はい、じゃあ、最後になりましたが、大規模マルチテナントの解決というのは、ワイド DB という選択肢で、お話しさせていただければと思います。で、今回ですね、あんまり技術的に深掘った内容は何も出てきませんし、英語も、今聞いてたわかると、日本語で話すので、ぜひお先から手に気軽に聞いていただければなと思います。はい、で、まず軽く自己紹介させてください。株式会社スリーシェイクという会社で、会社のスリーク事業という、部署で、DBRE 兼 SRE 見習い、というようなところで、なんか、デブオプスだとか、そういったところでやらせていただいている中田直樹と申します。自称データベース活用係を名乗っておりまして、DBA、従来の DBA みたいな部分もやりますし、DBRE もやりますし、データエンジニアリングでも、生成 AI でも何でも入るような感じで、データ関連なら雑職で何でもやっているというような感じです。はい、前回、第3回のですね、紹介データベース信頼性エンジニアリング、内容で DBR の話させていただいたんですけど、その時あんまりヨガバイトジャパンミートアップなのでヨガバイト DB の話しないというところでは、今回リベンジで来ましたというところです。で、ちょっと軽く自社の紹介だけさせてください。株式会社スリーシェイクですね、SRE を主軸に、クラウドネイティブ化、エンジニアリングの、内製化支援になったりをさせていただいている会社です。で、スリーク、私の所属しているスリーク事業というところでは、SRE の考え方を軸に、皆様の、ユーザーの会社様のところに実際に、エンジニアが入って、内製化を、様々な面からご支援させていただくというような、事業形態をとっております。はい、というつまらない話は置いておいて、早速、本題に入っていければなと思います。で、まず、マルチテナントの話しますので、そもそもマルチテナントって何だっけというところで、マルチテナントシステムで求められる特性を紹介した後に、ユガバイト DB が、そこで求められる特性をどうやって、実現しているのか、そこで発生する課題をどうやって解決しているのかというところを紹介していって、最後にまとめらさせていただければなと思います。はい、早速、マルチテナントシステムを求められる特性ですね。そもそもマルチテナントシステムって何だっけという話なんですけれども、マルチテナントソフトウェアアーキテクチャは、複数のユーザーがソフトウェア、アプリケーションの単一のインスタンスとその基盤になるリソースを共有することを可能にするもので、ほとんどのサービス製品の基盤となっております。というのは、IBM のホームページからちょっと見せてきたので、引用させていただいています。で、これをか、あの、わかりやすくまとめるとですね、サービスだったりとか、B2B のアプリケーションでよく用いられる形態のアーキテクチャで、複数のユーザー、組織だとか、契約してる会社さんとかですかね。が、テナントって言われるんですけど、を共通の基盤、そのテナントが共通の基盤を利用するので、マルチテナントって言われています。で、データベースであれば、単一のクラスターとかを、共有して利用するということで、データベースでも、マルチテナントの、システムでは、考え方は、アーキテクチャ全体だけでもデータベースにも、関わってくるということです。で、今回ですね、随所でマルチテナントシステムっていう言葉を使っているんですけれど、マルチテナントシステムをホストするデータベースというふうに、読み替えていただければなと思います。で、マルチテナントを行うメリットとデメリットなんですけど、まずメリットとしてはユーザー間でリソースを共有するので、リソースコールに使い、単一のポスグレクラスターを使うので、どこかのユーザーがすごいたくさん使用した、全く使用しないという時でも、他のユーザーがその間にリソース使えるのにリソース効率が良くなります。で、利用するインスタンスクラスターも一つになるので、少なくなるので、金銭的、運用的なコストが低減されます。で、一方でメリットとしてですね、同じリソースを共有するので、実装をミスしてしまうと、アプリケーションの実装で予約をちゃんと書かなかったということが起こると、データが漏洩する。A さんという会社さんのデータが B さんの会社から見えてしまうことが起こり得ます。で、そういったデメリットの中にですね、共有リソースを利用している上に、リソースが逼迫しやすい、現状頭打ちしやすいというデメリットは確かにあります。で、この2点ですね、下のデメリットの2点が特に解決する、マルチテナントシステムでは解決する必要があるようなことです。はい、で、本来の部分です。マルチテナントシステムどんなものか、どういう特性があるのかを理解していただくかと思うので、ヨガバイト DB がそこで発生した課題だったりとかをどうやって解決するかということを、お話しさせていただきます。はい。で、ヨガバイト DB がマルチテナントシステムに向いている理由は主に3つあります。まず、ポスグレからの構成の高さ。
分散 SQL が持つ、特性に、最後にローレベルセキュリティをサポートしているというところです。まず、PostgreSQL からの更新の高さですね。ほとんどのマルチテナントシステムだってですと、最初から何百社っていう契約先の会社が参加ることは、あまりありません。最初は1社なんだったりとか、少ない数の会社さんからスモールスタートしていって、行く必要があるので、あまり、利益率とか高くない、コストの安いデータベースを最初利用して、最終的にレジデンスとかが求められるのデータベースに移行しやすいという特性が求められます。でですね、ユガバイト DB は PostgreSQL 互換の SQL の中でも、特に PostgreSQL への互換性が高いのかなというところです。まず、クエリレイヤーはですね、最初お話、今日も最初お話ありましたけど、PostgreSQL11.2 から、クエリレイヤーそのままコープしてきているので、高い SQL 互換性があります。でも、フォーク元がちょっと古いので、最新のフォークには対応してないものがあるものを、基本的には様々な機能を対応しております。で、単純な SQL に加えて、トリガーだったりとか、ストアドプロシージャー、拡張機能みたいな部分をサポートしておりまして、他の USQL で、PostgreSQL 互換の USQL だと、この辺がちょっとサポート弱い部分とかがあると思いますので、そこは GigabyteDB の、強みかなと思います。でただ、こちらも同じく一部、適用途中のものとかもありますので、ご利用計画義務ということです。で、最後は、実際に移行しやすいというような特性を表す例なんですけど、GitLab のように、よく使われるシステムでも、PostgreSQL バックエンドとして使っているシステムでは、バックエンド DB は、PostgreSQL から GigabyteDB に切り替えてあげる、次替えてあげるだけで、マイグレーションは完了して、アプリケーションからはいじらなくていいということで、非常に移行性が高いです。はい、続いて分散 SQL の特性ですね。こちらは GigabyteDB に限らず、他の USQL、分散 SQL といわれるようなデータベースを持つ特性になるので、特別 GigabyteDB が優れているというポイントは少ないんですけど、大事な特性なので少し紹介できればなと思います。まず、マルチテナントシステムであるんですね。先ほど課題として挙げさせていただいたんですけれども、単一のクラスターを共有するので、従来の RDB で、対応できないようなスケーラビリティが求められます。PostgreSQL とかですと、ある一定の、CPU 数を超えると、スケールが線形にならなくなる特性とかありますので、そういうところを解決する部分になるのかなというふうに考えております。で、具体的にどんなところで、GigabyteDB は PostgreSQL の弱点を、克服しているかというところですと、まず、スケーラビリティですね。PostgreSQL では対応難しさというのは大規模な書き込みの負荷に対応できますし、ラストでマルチライターの構成とかも、できますので、高い可能性を実現できます。これはもう全ての DDL がですね、オンライン実行、無停止で実行可能なため、リリース必要な時には停止しなきゃいけないというのが考慮が必要になります。で、最後、ローリングアップグレードですね。こちらも最初のセッションのところでお話ししたんですけれども、すべてのクラスターを一気にアップグレードせずに、一つ一つクラスターのロードアップグレードしていけるので、バージョンアップも簡単に運転して、利用可能となっております。ですので、オールウェイズアップが必要なアプリケーションにも対応が可能です。で、最後がローレベルスキーのサポートですね。マルチテナントシステムのデータベースですと、複数のユーザーがアクセスするため、実装ミスのデータローのリスクがとても深刻です。最近、日本の会社さんでもいろんなところで、セキュリティの話題とかが、ニュースとかになっているので、こういったところは、意識されるお客様とかは多いかなと思います。で、Postgre ではですね、アクセス制御の仕組みとして、行レベルのデータへのアクセスを、制限する方法が、一般的に提供されている、フローレベルセキュリティというのですね。で、この機能があるから、SARS では Postgre を採用したというのを聞くほど、個人的にはキラーな、機能なんだ。で、弊社の、提供している SARS アプリケーションでも、この MySQL じゃなくて PostgreSQL をローレベルセキュリティがサポートしているから採用したっていう話だったりとか、すでに MySQL を採用している大手の SARS ベンダーさん、SARS ベンダーさんとかも、この機能が自分が、MySQL 採用を決めたときに PostgreSQL に入っていれば PostgreSQL 選んだのっていうような声を聞いたりしています。で、この機能ですね、2017年、今日現在ですね、GigabyteDB 以外でローレベルセキュリティをサポートしたメジャーな USQL は存在しないんです。他の、クラウドベンダーさんだったり、データベースベンダーが提供しているような USQL で、この機能は GigabyteDB しか対応しておりません。というところでまとめですね。
はい、マルチテナントシステムは、SaaS だったりとか、B2B システムでよく採用されるアーキテクチャです。で、マルチテナントシステムの DB では、スケーラリーとセキュリティの、セキュリティが課題になります。GigabyteDB では、PostgreSQL の互換性が極めて高くて、スケール問題を解決して、なおかつ、唯一ロールレベルセキュリティに対応しているので、セキュリティ問題にも対応できるということで、大規模マルチテナントシステムに向けた、データベースとしては、GigabyteDB が最適なのかなということです。はい、ということで私の方からの発表を終わらせていただければなと思います。ありがとうございました。